INI のアリーナツアー 2023INI に ND アリーナライブツアー Ready to Pop が昨日11月4日に東京有明アリーナで開幕した。2023INI に ND アリーナライブツアー Ready to Pop は昨年12月から1月まで行われた。 2022INI-1ST アリーナライブツアーブレイクザコード以来、INI にとって2度目となるアリーナツアー。開演前には心地のいい BGM が会場に流れ、これから始まるライブへの高揚感を煽っていく。この BGM は西工人が自ら作曲したもの。 トラックには西がレコーダーで録音した INI のメンバー全員のボイスが使用されており、細かなところまで聞きどころ満載の BGM に仕上がっている。デビュー2周年を迎えた INI の進化、昨日11月3日にデビュー2周年を迎えた INI は、デビュー曲ロケティアのロックアレンジバージョンを初披露。 重厚なサウンドと連動するように、これまでにも増して闘志みなぎる力強いパフォーマンスを繰り広げた。広いアリーナ会場には、11人の凄まじいエネルギーが充満。INI はこれまでも何度も披露してきた始まりの歌の新たな魅力を存分に見せ、ミニ、INI ファンの故障に強いインパクトを与えた。 ライブでは10月8日リリースのフィフスシングルタグミーの収録曲 U-IN が初披露される場面も U-IN は藤巻京介が作詞に参加したラブソング11人はキュートな雰囲気を漂わせながら木村正在が振り付けを手掛けたフォーメーションダンスを軽やかに展開したハードロック調のナンバーファンフェアーは よりバンド色の濃いアレンジに。オーディエンスの掛け声を浴びながら11人はパワフルに踊り、熱いメッセージを解き放つ。最新曲、花アンダーライン花、ではメンバーが池崎リヒトがデザインのプロデュースを手掛けた T シャツを身にまとい、花をモチーフにしたしなやかなダンスを柔らかな笑顔で披露した。涙のサプライズ発表。 活動しててよかった。ライブではメンバーにもサプライズで2月24日、25日に大阪、京セラドーム大阪にて追加公演が行われることが発表された。会場が突然暗転するとムービーが流れ、スクリーンに追加公演開催決定の文字が、続いて京セラドームの文字が浮かび上がると、 会場は地鳴りのような歓声に包まれた。メンバーはステージ上で抱き合って喜び合う。スクリーンには泣き崩れる池崎、涙を流す後藤伊藤と、顔をくしゃくしゃにしながら号泣する佐野雄大、目元を拭う松田と、それぞれの表情が映し出され、木村はミニのおかげ。ありがとう。と感謝の思いを叫んだ。 発表を受け、メンバーを代表して思いを述べたのは、大阪出身の後藤佐野、尾崎、匠の3人。後藤は、今年は追加公演はないのかなと思いながら、正直寂しかったんですけど、点々マジで嬉しいし、びっくりしすぎて勝手に涙が出てきちゃって。たくさんミニの皆さんに支えてもらってるおかげだし、ありがとうございます。 とタオルで涙を拭う。佐野はまさか自分の人生で最高のメンバーとドームに立てるなんてびっくりしすぎて、ほんまにありがとうございます、と弾けるような笑顔を浮かべた。泣いてもいいよ、とメンバーに声をかけられた尾崎はずっと夢だったので、嬉しいです、と泣きじゃくり、木村に抱き寄せられながら活動しててよかったなと思いました。 僕にはグループでドームに立つという大きな夢があって、それが叶いました。そして最高の INI というグループで、ドームができることを誇りに思います、と胸を張る。リーダーの木村は、ちょっと先ですが、きっと今よりさらに進化した、レディートゥーポップを届けられると思うので、ミニのみんなにはぜひ足を運んでほしいです。 と目を輝かせながら呼びかけた。池崎リヒトの先、発達先が正式表記。ライブ情報。四角 INI に ND アリーナライブツアー、レディートゥーポップ。イン京セラドーム大阪、2024年2月24日、土曜日、大阪府京セラドーム大阪。 2024年2月25日日曜日大阪府京セラドーム大阪 <music>